カルチャーファンタスト TV。 パスもらったときに、はい、相手のピコス選手と荒野選手の間をパスもらったんですよね。自分のチームの荒から荒にフィクトを通さないでこう横にパスを出したことで、うん、ディフェンスの位置の相手のディフェンスの位置がこう一歩後ろというか、はい、フィクトを経由すると相手のディフェンスの位置がちょっと前に来るんですけど、それがカットできたっていうのが一番大きくて、仕掛けるスペースがたくさんできたし、こうトラップから仕掛けてシュートまで行くのにイメージがだいぶ自分の中で左サイドでも右サイドでもあるんで、はい、あのパスっていうのが、まあ、一番こうあのゴールにつながったのかなっていうのが、うん、でシュートをかけっていうのはもうボールをもらった時にもある程度こう自分の中であの形、はい、またいだり、相手を上半身こう、ちょっと揺らして、相手の重心見て、仕掛けるって形はもう、昔からこう練習してたんで、あのシュートとか仕掛けっていうのはもうイメージ通りです。まあ、基本、仕掛けるときに、はい、自分で仕掛けるときはもう縦に行ってシュートを打つ。決めてますね、自分の中で、うんうんうん、ですね、はい、あの縦を切ってきたりこう何回か縦に仕掛けると相手も警戒して縦を切ってきたりするんで、うんうんうん、そういう時はあの味方のピボン選手に降りてこい、あの中に入ってきてって言ってるんで、はい、相手が縦切ってきたら中当てて縦フェイクして中にもう一回ワンツーでもらってもダイレクトに打つみたいな。なるほど、なるほど。イメージ。そうですね。1対1とか、対人に関しては、かなり、自信が、日本でもありましたし、はいはい。誰に来ても、そこは、まあ、かなり、通用してるのかな、と思います。うん。そうですね。全然、イメージ通り、というか、抜くってよりかは、うん、あのまたぎのフェイントも出した場所も抜くってよりかは、はい、自分の中でここぐらいまでの距離だったら、うん、強いシュート打てるっていうところにボールを置けてるんで、はいはいはい、ずらして打つって感じで抜く、相手を抜く作業ではなくこうボールをずらす作業する、うん、なるほど。シュートに関してはああいうシュートを打てるのは、ずっとサッカーやってたおかげだと思うんですよ。うんうん。というと？そういう、まあ左サイ、サッカーでも左サイドとか、左の前のフォワードとかが多くて、うんうん、まあそうなると、あの中にカットインしてのプレーって、もう左サイドでもすごい求められるんですけど、まあ、どうしても中ってこうディフェンスがたくさんいたり、まあ、何度も中に右足で切り込んでカットインしてシュート打つと、ディフェンスがなんか警戒してくるんで、うんうん、まあ、そこで何回か仕掛けて、こう、縦に勝負行って左足でシュート打つって練習をも、まあ、右利きなんですけど、僕。はいはいはい。まあ、かなりやってたんで、その、まあ、日本でやってたことが、なるほど、まあ、サッカーのことが繋がったのかなって思います。シューズは、そうですね。4つぐらい持ってきてますね。そうですね。だいたい、イタリア人に次の、試合会場の下の人は何みたいに聞いて、うんうん、で、まあ、硬いのだったら、ちょっと、そこが分厚いのとか、はいはい。まあ、ゴムみたいな、こう、ふにゃふにゃするやつだったら、まあ、薄いやつで、やったり。なるほど、なるほど。今日は毎日、その、スポンサーのレストランで食べさせてもらってるんですけど。はいはい。夜は、自分で、こう、日本食、まあ、基本日本食を自炊して、まあ、お米を炊いて、お肉を食べて、ね。
野菜をちょろっと食べて、はい。締めがお茶漬けって定番です。うん。食べ物に関しては、そうですね、1日1回は必ず、野菜がそんなに得意な方ではないんで、はまあ、サラダなら全、あの、サラダ食べるようにはします。練習で、はい。このくらいできるなとか、思ってても、公式になるともう、みたいな、もう、全く違うものです。なんていうんですか。温度差が。日本人ってこう、試合、練習でかなり良くて上手い選手でも、試合になるとプレッシャーで緊張したり、こう、試合で力を発揮できない選手が多いと思うんですけど、こっちの選手っていうのは、こう、練習で、全然上手くないし、全然この選手って良くないのに、試合で、大事なとこでそんな点取るとか、そこで足出てくるんだ、みたいな感じの選手います。なるほど。そうですね、もう全く別のスイッチが入る選手も変わります。こう、でもイタリア人は結構、点を決めた時とか、まあシュートブロックした時とか、感情を表して、まあよっしゃーみたいに喜んだりするんですけど、まあ、そういう性格なんでイタリア人は、透かしてる、こう、日本人みたいにこう、ちょっと透かしてる感じの人が嫌いなんですよ、すごい。だから、まあ俺も練習でも、練習試合でも、もう点決めたら、めちゃくちゃ、シャーみたいな、こう、喜びますし、まあそういうところは、こう、まあ、徐々にじゃないですけど、イタリア人にこう、似せていった方が、周りも受け入れてくれるかな、と思う。で、まあちょっとは真似してるところありまなるほど。す。カルチャーバンフェスト TV。